菅原忠史前屋敷屋と、道真の産ゆ井,井戸と言われている井戸が現存する、京都市上京区菅原忠史前は、平安時代初期から前期にかけての貴族、文人。十三味、菅原清忠の四男。官位は、十三味、三義。幼い頃から聡明で才地があり、公認年間の末に十一歳にしてに召されて、天井に自死、常に、 佐賀天皇の前で小読み師を付したという。上は二年文章特行政となり、上は六年大作に旧大して、十六位下から正六位上と三階級の課上を受ける。大学上、女、大内期を経て、上は十一年十五位下に序尺。上は十二年文章博士に任ぜられる。後文章博士を務める傍らで一五助、佐野木健介と地方官を兼ね、交代し、 道安親王の東宮学士にもなった。歌唱3年、道安親王の即位に伴いに階級昇進して、生5位下に助せられる。引き続き文章博士を務める一方で、大学等、左京大部、加賀ゴンモリ、三正カゴンモリ、伊勢守、美前ゴンモリを兼ねた。また、この間の最高2年には、14位下に助せられている。生は朝に入ると、文章博士に、 ハリマゴンモリを兼ね、上岸2年には14位上に少女された。後、団上大筆、行部教、大見ゴンモリ、伊予ゴンモリを経て、上岸12年式部大輔に任官する。上岸14年には三義に任じられて苦行に列し、犠牲官として影井長官、行部教などを兼任した。上岸15年生4位した、元行3年中3位。 元行4年8月30日公挙。去年69。最終官位は、三義十三医行行部教。文徳、聖和両天皇の持続となって、文宣や、官女の信仰を行ったり、内記として寄贈した象徴や願文が多く、残されている。宮古義からと、日本文徳天皇実録を選し、上岸格式の編纂にも参画、また自ら、東宮節員。 銀、林立、衆院立志、解消分類集などを占している。歌集に、官渉講習がある。東大随一の文人として、科の総称を小野高村あるいは在長の通じ、春澄の吉名は、大江恩人と信仰があったという。情景料理、受写詩人の多くを弟子としていた。俗世間の事柄に興味が薄く、世間を忘れたように冬月を干渉して、死を吟じた。 仏道を崇めて、人々を慈しみ、高校は天に至るほどで、摂生も好まなかった。臨終の際、初等の梅の季節に、自らの法要を営むことのみ一言し、他には何も語らなかったという。中期のないものは、六国史による。京都市南区吉祥院高畑町にある校、泉寺の境内に、是善のものとされる墓があり、本堂には、 ゼゼンの座像が安置されている。ゼゼンを主祭神として祀る神社も存在する。ありがとうございます。